きてんのかな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。できててくれ。できてて。サムネ出しとくか。ふい。じゃーん。あ、できてる。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。あ、お、危ね。コーヒーこぼすとこだった。危ね。はい。皆さんこんばんは。ふみみさん、QDR さん。QDR さん。QDR さん、いい名前だな。皆さんこんばんは。はい。あ、さっくんさん、そうですね。ソフトバンクさよなら負け、きついっすね。11連敗ソフトバンク、いやーきついっすね。笑いどころじゃないのかな。なんか今季連敗多いですよね。うん、連敗が多い。ベイスターズも今5連敗してるんですよ。ドラゴンズも今3連敗してますしね。であれ、ホークスが11連敗、すごいよね。楽天もこの前すごかった。楽天じゃない、ファイターズもすごいよね。ファイターズも10連敗。ファイターズは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、ファイターズも12連敗か。すごいな。もう今季ほんとすごいっすね。連敗、連勝はそんなすごいのはないのかもしれないけど、連敗が凄まじいですね。うん、すごいな。まあソフトバンクは確かにそれでもまだ貯金あるの羨ましい。うん、まあドラゴンズも確かに11連勝してもまだ借金あります。ありがとうございます。マイさんこんばんは。こんばんは。犬の愛、犬いいなそれ。うん、こんばんにゃん。こんばんにゃん、すごいな。はい、それではちょっとずつ行ってみましょうかね。なんか他のチームも派手に負けてるとちょっと気が楽になりますね。気が楽。下を見て生きていきましょう。下、全然下じゃないけど、人の不幸を見ると生きていく、こうなんか活力が出るみたいな。やばい状態。やばいな。危ねえ。7月24日、もう7月も本当今週で終わりっていう、ちょっと衝撃的な7月が終わる。僕がいつもね、6月7月あたりがまだ体調がいいんでね、このあたり好きなんですけど、もうまた終わって8月だんだん涼しくなっていってしまう。8月はまだ全然暑いですけどね、寂しい感じになってきました。ベイスターズ戦前です。ちょっとね、まあ、ベイスターズのこともいろいろ調べたんですけど、今日はね、どうせまあちょうど前半終わって、まあ、前半って言ってももう6割終わってるんですけど、6割ぐらい終わってる中、セリーグがね、去年より投高打低なんですけど、まあこれはセリーグだけじゃなくてパリーグもね、近年どんどんね、投手が有利になってっちゃってるんですけど、うん、まあ今年と去年を調べてみましたよ。差をちょっと比べてみたんですけど、簡単にですけどね、ちょっとまあ何が落ちてんのかがはっきり分かったんで、まあ簡単なとこですが、もし今日セリーグファンいらっしゃったら、全員どうぞコメントとかいただけると非常にね、ありがたいです。大歓迎ですので、よろしくお願いします。モンシロ長太郎さん、あ、そうですね、ヤクルトも交流戦の時でしたっけ、12連敗しましたもんね。まあヤクルトもだから、そう考えると今借金ヤクルト11だから、うん、あの12連敗がね、6勝6敗だったら多分ヤクルトはイーブンなんですよね、とかそういうたられば言っててもしょうがないんだけど、まあヤクルトはその一発で今ね、今のこのドラゴンズと並んでる状況にいるとも言えるから、まあヤクルトはやっぱちょっと、うん、若干どうでしょうね、後半のダークホースって予言されてる評論家の方も結構いらっしゃいますが、
まあ確かにヤクルトあの12連敗なければイーブンなんでしょうね、チームとしては。はい、そんな気がちょっとしてきましたが、どうでしょう。これちょっとね、セリーグのことも含めて、まあメインはね、ドラゴンズベイスターズのね、明日からの3連戦ですが、こちら行ってみたいと思います。どれだ、でーん、はい、明日、そうですね、ふみさん、ベース戦嫌だなっていうのがね、ベース戦行きましょうかもう逃げらんないんで、ベース戦行ってみましょう。ベース戦こんな感じなんですけど、ちょっといろいろな条件からいろいろ出していきます。まずはこちら、あの今の順位表からですね、今の順位表で言うと、まあ字ばっかで申し訳ないんですけど、うん、こんな感じです。ドラゴンズが6位、借金16まで戻ってきてしまいましたね。借金なんか、もしや借金10とかに行けるのかなって、借金14の時思いましたが、カープに2連敗したんで、またいつもの16に戻ってきましたやっぱ借金って簡単に返せないなっていうのはね、まあ思うは思うけど、最大借金が17なのか今期だから、明日負けてしまうとまた最大借金になっちゃうんで、明日なんとかね、取り返したいですね。広島の2個負けた、それを盛り返したいですね。明日が大事になります。はい、うん、でベイスターズも悪いんですよ。横浜も今ね悪くてですね、こんな状態になって、まあ巨人に負けたりとかしててね、まあカープに抜かれて、ゲーム差も4までねあるというところで、横浜も横浜でちょっと5連敗なので、まあその今話題な大型連敗の1個ではありますね。まあ12連敗とか見ちゃうと、5連敗がそんなねまだ半分じゃんとか思うは思うけど、5連敗は痛いですよね。と言いつつドラゴンズも3連敗中なんで、うん、まあなんとか連敗同士の戦いではございます。はい、でこっちですかね、その上、ちょっと待って、これ動かせるか、あれ動かせるか、動かしたい、下に行きたい、あ、いた。現状をちょっと調べてみました。現状を調べてみたんですが、ベイスターズは7月が最悪ですね。5勝10敗1分け、勝率3割3分3厘ですね。現在5連敗中です。カープに3つ負けね、巨人に2個負けるという、まあ直接2位3位争ってるようなところと負けまくってるんで、そりゃカープに抜かれるわ、巨人にも胸を追いつかれるわになってますね。ベイスターズはちょっと状態が悪い。まあその理由を考えて調べてみると、7月はですね、1試合やったり 2.1 点しかベイスターズが取れてないんですね。ドラゴンズみたいなことになってます。でもね、防御率っていうか失点はそんなに多くないんですよね。投手が崩壊してるかというとそうでもないみたいで、ね、失点はね1試合あたり 3.1 点なんですよ。だから失点はそんなに悪くないんだけど、点が取れなくて負けまくってるみたいな、そういうような状態に見えます。まあね、1プレー1プレー全部見てるわけじゃないから分かんないんですけど、一応結果だけ見るとそういう状況にはなってますね。なおちなみにこれと比較してドラゴンズですが、7月、ドラゴンズの7月はやっぱり攻撃力がだいぶ上がってますね。ベイスターズ 2.1 に対してドラゴンズの7月は 3.6、 そして失点はただベイスターズの方がいいですね。ドラゴンズ 3.3 失点してるんで、うん、まあちょっとなんて言うんでしょうね、投手っていうかディフェンスの面では悪いけど、ベイスターズの方がね、ベイスターズは悪いんだけど、それでもドラゴンズよりはいいという状況で、うん、そういう状況ですね、うん、点が取れないのはドラゴンズにとってはどうなんだろう。まあドラゴンズの場合はベイスターズにいつも苦戦する理由が、打たれるというより点取れないんだよね。点が取れないんでね、点敵がいっぱいいるから点取れないんですけど、まあこう考えるとどうでしょう。ドラゴンズもちょっと点数取れてるとはいえ落ちてきてるんで、うん、まあどうだろう、バンテリンだし、ロースコアゲームが想像はつきますが、どうですかね、ロースコアなのか、
ロースコアだったらどっちも勝ち目が、ね、あるというか先制点が取れた方が有利っていう今までの流れなんで、まあ1回2回、ね、3回あたりがやっぱり勝負の際でしょうね、うん、後半じゃないだろうね多分先制点どっちが取るかが一番でかい3連戦になるようなそんなチーム状態な感じがいたします。点取られたら互いにあんまり今はぶり返せないのかなという、多少ドラゴンズの方がまあね打ててはいる、はい、そんな感じです。ベイスターズはただドラゴンズが3勝7敗なんでね、うーん、ドラゴンズが3勝7敗なんで去年もベイスターズに弱かったですが今季も弱いです。はい、1試合あたりここですからね、ドラゴンズベイスターズに 1.45 しか取れてません。でベイスターズがねこれくらい、まあまあそれは負けるわなっていう感じです。はい、頑張りましょう。今までの結果はこういう傾向ですが、まあまた新しい試合をやるわけですからね、頑張りましょう、そういうことです。でこちら、これはドラゴンズのことですかね。ちょっと一回この前にこっちで CM 行って皆さんのご意見をいくつか聞きましょうか。ドラゴンズとベイスターの関係性、今こんな感じです。ちょっと皆さんのこの時点でご意見いくつかいただきます。チャンネル登録よろしくね。はい、でん、おこれくらいかな。はい、ありがとうございます。いくつかそうですね、ホークスまだ3位だからね、こんだけ連敗して3位とか羨ましいですね、うん、はい、マーチンさん、こんばんは。こんばんは。試合のない日は寂しいようなホッとする、うん、ホッとする。まあでもあの5月、4月、5月とかのあのなんつうか、あのもうね、毎試合なんか試合後に戦争が起こってるようなね、あの変な暴走、まあ最近も暴走とかエラーは多いけど、あの時が一番最悪だったから、あの時は確かにね、毎日がこうピリピリと悪い意味でピリピリしてましたね。今はなんかまあもう秋口っていうのもあんのかも、秋口っていうかね、シーズン終わってるところもあんだけど、あの時よりはなんかストレスはないような気がするっちゃしますけどね。ありがとうございます。パンチョチャンネル、パンチョチャンネルって名前にしましょうかね。どういうチャンネルになるんだ。はい、うん、秀隆さん、ありがとうございます。試合のない日のパンチョさんデータ分析ライブが好きです。球が上がらない仕様になっているんでしょうかね。まあこれは噂としてはやっぱありますよね。飛ばない球にさらになってるという、まあ、飛ばない球っていうのもちょっと表現が悪いんですけど、多分だから検査は通ってるはずなんで、そのただ検査幅があるんですよね、上限と下限の反発係数に。まあそんなにボールの球をねそこまで均等には作れないという話でもあるんで、やっぱり作る季節とか原材料によって変わってきちゃうらしいんでね、その時期とかによって、今のロットがちょっと飛ばない係数なんじゃないかというそういう噂ですね。なんかメジャーとかはもうそもそも結構そんなに品質がねまちまちだから、その固まってね、なんか毎回悪いとかはなかなかね、まあ何年か前はすげえ言われてはいましたけど、そこまでどうこうはないような感じですけど、日本は結構この問題ありますよね。リーグごとまるっきり打てなくなるっていう時がまあまあまああります。パリーグの去年の前半とかまずかったもんね、打率1割台続出っていう。まあ後半良くなってましたけど、ある程度ちょっとね、まあ後でそこら辺のデータも見えるんで後で出します。はい、うん、福尾さん、今永さん打てれば、打てますかね後で出てますよ。今永さん状態いいです。ビシェードがホームラン打てば、うん、ビシェードがね打球が今上がんないんで、
まあ、もともとライナーですけど、今はライナーすらさらにこうね、飛び越えてゴロだらけになってますからね。打球は相変わらず速いんだけど、まあゴロ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 、うん、ゴロ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 、あー明日ねみたいな、ズンさんのネタみたいになってますね。ゴロ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 、はい、うん、マーチンさん、今週4勝2敗で今月の負け越しなしなんだけど、本当はやっぱ貯金ができそうだったんでね、ちょっとカップ戦2個負けたのはね、まあファン的にはちょっと寂しいですね。1勝1敗だったらね、まだこの今週なんとかイーブンでも勝ち越しだったんですけど、やっぱ2個負けるとでかいですね。4勝2敗でイーブンですからね、5勝1敗しないと勝ち越しできないからね、まあちょっと今月の勝ち越しっていうのは確率で言えば多分 10% 切ってますね、これ。まあ単なる確率で言えばですけど、今までの勝率が4割なわけですから、4割で1週間で6戦で5勝以上する確率は 10% どころか多分 2% とか 3% でしょうね。はい。まあそれは単なる確率なんで、1プレイ1プレイの積み重ねですから、うん、まあ1プレイ1プレイの積み重ねを頑張ってほしいですね。はい、あ、倉本実家さん、ありがとうございます。阪神ファン、ベイは阪神とは東日本と西日本で 両極端、横浜スタジアムの5試合は全てベイだが、京セラドームと甲子園は岡山倉敷、まあ、阪神のホームってことですね。阪神8勝1敗、内弁慶シリーズです。いわゆる内弁慶対決、極端すぎる。だから名古屋なら中日チャンスがあるの。いやー名古屋でもベイスターズに去年からカラッキシオアイスドラゴンズ、うん、まあてかベイスターズに限んないですね、もはやパワーピッチャー出てくるとドラゴンズも名古屋でも勝てないチームになっちゃいました、うん、まあこれはドラゴンズが悪いというよりはやっぱりピッチャーの質の変化でしょうね、うん、パワーピッチャーってそもそも別にバンテリンじゃなくても打てないんで、でそれがバンテリンだとさらに強化されるという特性が出てくるんでね、まあパワーピッチャー打てないっすよ、あのバンテリンだと。今回な、3人ともパワーピッチャーなのが痛いんだよな。はい、まあとはいえバットは振るわけですから頑張りましょう。バット振るんですからね、うん、頑張りましょう、なんとか。はい、うん、そうですね。はい、それではちょっと次行ってみましょうか。次行きます。お茶、チャンネル登録よろしくね。はい、次これかな、これこっちのが先か。まあ簡単にこれさ、今言った言葉でもあるんで、ドラゴンズの今季の成績っていうのは最近これずっと出してますけど、いよいよですね、並んだのかな、これホームで借金7、あ、借金8、ビジターで借金8、ちょうど並んだんですかね、これね。マツダで2個負けたんで、ビジターの方が強かったんだけどな、マツダで2個負けたのが痛いな。勝率4割4割なのか、うん。で7月が、うん、ちょっと負け越しになっちゃって、ちょっと意気消沈ですが、こんなことで意気消沈してたまるか、ドラゴンズは無敵だ。無敵とはなんだ。はい、うん、まあね、うん、状態は悪くなってきてしまいましたね。だんだん上がってたんですけどね、7月のオールスターの1週間前ぐらいがピークだったような感じで上がってたんですけど、オールスターに水を差されたというか、まあ若干冷え気味な気配は出てきたところで、本当に冷えたかもしれないですね、オールスターで。はい、まあ川越くんにね、この冷えを解消してもらいましょう。今のキーマンは川越、頑張れ越越。よし、得点失点で言えばまだね、得点の方が多いは多いんですけど、まあ、大量得点取った日があるんでね、うん、得点の方が多いは多いですまだね。これはまあどうでしょう、まあ5点の差だからね、こっからまくられるもあるけれども、
得点失点で言ってもね、月単位で今までずっとマイナスだったんで、まあここはちょっともう、もしやこの前のカープ2連敗で苦しいのかもしれないけど、ここは維持、なんか切ない願いだけど、ここは維持したいよね。うん、せめて1ヶ月ぐらいは得点の方が多いっていう、そういうチームが見てみたい。一度でいいから見てみたい。7月は結構打ったんで、7月で越せないとちょっとね、8月どうかなっていうのあります。はい。あとの6試合なんで今月ね、今季初の貯金が作れるかは個人的には注目してます。だんだん作れなくなってるんで、これ3年前からね、うん、毎年1個ずつ減ってって、今年ゼロのピンチではあるんで、うん、ちょっと1ヶ月ぐらいはね、今まで調子のいい月っていうのがあったんですけど、今年振り返ってみても調子のいい月が思いつかないんですよね。悪い月は思いつくんだけど、だから7月がね、ちょっと調子が良くなるかもって思ったところでちょっと連敗しちゃってるんで、どうでしょう。この後盛り返せばね、7月は良かったなの記憶に上書きされるんですけど、今週がピリッとしないとやっぱ7月もダメかになっちゃう。なんとかね、ちょっと上がり上司でね、シーズン終えたいから、7月、8月、9月までですけど、一応ね、予定は頑張っていきたいところかと思います。はい。で、こちらか。ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけど、3連戦の予想がほぼこれでもう確定っぽいですね、今回は。明日は小笠原くん対今永くんのちょっとセリーグエースレベル対決ですよ。うん、すごいね。これはすごいね。ちょっと見どころですね。明日。危険度5対安定感5の戦いなんで、まあ、これはちょっと見どころたくさんだと思います。やっぱ先制点取った方が勝ちに直結みたいな、そういう気配はしますが、どうでしょう。で、2日目がね、まあ、中日新聞スポーツにもちょっと書いてあったから、これは ほぼなんかトラブルない限り確定なんだと思うんですけど、中地くんで、3日目がメヒアね、ちょっともうこれは一応出てるので、なんかトラブルなければこのまんまかと思います。でベイスターズの方が2日目ガゼルマンで、3日目ね、細川くんのファン、この戦いになりました。まあ明日からいけますか。うん、ベイスター、まあ、状態の良さで言えば、小笠原くんも十分いいんで、小笠原くんは、しかもベイスターズに、ベイスターズ戦3戦投げて1勝1敗ではあるんですが、防御率 0.82。防御率 0.82 で、なんでいっぱいついてんのか、相変わらずムカつくとこですけど、まあ、小笠原くんは、どうお考えでしょうか。どうお考え、やっぱ自分がホームラン打たないとダメだなっていう、そういうとこかもしれないですけど。これでいっぱいつくの痛いよね。うん。まあだから最近もいいので、うん、かなりいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。とか言うと、いいんじゃないですか。で、今永さんがやっぱ絶好調って書きました。ここ絶好調です。で、小笠原くんより全然数値内容もいいんですよね。ウィップ 0.85、小笠原くんが 1.04 に対してウィップ 0.85。左率、右左両方打たれてない。まあここは左は小笠原くんのが抑えてますけどね。うん、ちょっと前回その好調カープ戦、カープね、8回0負。うん。で、ドラゴンズ戦は2試合投げて1勝0敗、防御率 0.6。ちょっと 0.6 っていうのが、まあかっこいい数字になってますね。まあ、持ち玉とかはこんな感じですけれども、危険度5ですね。まあ、そもそも相性が悪いのが、さらに状態が今いいという。まあ、危険度5をつけないで、弱気なね、評価はできません。これは5をつけるところです。5です。危険度5。はい。大丈夫かな大丈夫かな、うん、だから、この3連戦結構、だからドラゴンズにとっては非常にポイントなんですよ。7月の戦いということで。なので、中地くん、メヒアも軽く行きますが、まあ、中地くんは前回、1イニングで降りたんで、村上くんにホームラン打たれてね、1回2失点で降りただけなんで、よくわかんないというのが、ウィップ2だし、よくわかんないという現状ではあります。
まあ、2軍戦ではね、8試合で3勝2敗、防御率は 4.15 ではあるんですけどね、うん、まあいいところあり悪いところありであるんで、まあこれもよくわかんないけど、一回見たい状態ではあることは間違いないね。まあ中地くんの現在地点が見れるんじゃないか。前は本当ね、なんかその脇腹が痛かったっていう感じになっちゃいましたけど、うん、まあそこもプロとしてのやっぱ大事なとこなんで、うん、まあ今回はどうでしょう、うん、まあ怪我なくまず投げてほしいですね。でどういう感じか、まあ頑張ってほしいところです。どうでしょうね、個人的にはいろいろ気になるところあるんですけど、やっぱりストレートがそんな速くないんでね、150、まあ多分絞ればね、1イニング2イニングに絞れば150出るんでしょうけど、まあずっと先発で投げてる時はやっぱもうちょっとね、147とか8ぐらいが多いんで、今の人からするとちょっと遅めなのかな。まあどうだろう、ちょっとそこら辺は当日どれくらいのイメージで投げるか分かんないけど、まず1個そこが気になりますね。うん、あとはあのスライダーと、あと微妙にツーシームとかも投げますが、まあ、そこら辺が通用するのか、まあ、何にせよ ストレートがどうなるのかっていうところが一番注目しております。頑張ってください。なんとか中地くんが後半なんか目処が立てばね、うん、明るいですね。中地くんが逆に目が立たないと暗いですね暗いですよ、うん、去年そもそもね、なかなかやっぱり投手ドラフトが最近できてないんで、ちょっとね、1人当たりのやっぱりなんて言うんでしょうね、ちょっと頑張ってくれ度が高くなっちゃうのはしょうがないんですけど、中地くんが来季ね、まあ今季もともかくですけど、来年結構ね、一軍戦力使えそうだなってとこまでは今季のうちに見れるといいですね。はい、頑張ってほしいです。ガゼルマンがね、非常に不安定だし抹消されてるしで、ガゼルマンチャンスですよ。危険度3にしましたよ今回ね。え、何が悪いんだかね、もちろんバッターじゃないと分かんないんですけど、一応結果だけ見てるとね、ちょっと球速が落ちてる感じはしますよ。うん、ねえ、152、3出してたのが148とかで投げてるんで、球速が落ちてるかもしれない。なんか痛いとかちょっと疲れたとかが出てるのかもしれないですね。だとするとやっぱりドラゴンズガゼルマンの何が打てないかっていうと、この速いツーシームが打てないわけで、速球と、まあフォーシーム投げるともっと速いけど、ここがきついから打てないんですけど、球速が落ちてるっていうかね、そこに力が出せないのであれば打てます。なので危険度3にはしました。ただバンテリンなんでね、バンテリンでガゼルマンが生き返る率もやっぱ高いんで、なんかバンテリンの良さ悪さなんですよね。うん、バンテリンのマウンドがこのタイプのピッチャー、球が強いタイプのピッチャーにはね、どうもこうプラスに働いてしまいますね。はい、ちょっとそこは怖いとこですが、今回は攻略できるだろうと、だろうという期待度込めつつ、僕は危険度3に予想しました。どうでしょう、不調が長いですだから。うん、で3日目はメヒア、まあ、メヒアこそ安定度5つけないとどうすんだってぐらい安定してますからね。 4戦で2勝してます。うん、ドラゴンズだから勝てないなんて甘えですよってメヒアが言ってるかどうかわかんないですけど、ウィップ 0.91 素晴らしいですね。打たれない、フォアボールは出さない、ジャラジャラは審判に取られて和田さんがつけるみたいな、いいとこだらけです。はい、でバウアーね、バウアーがちょっとドラゴンズと戦った時がまだね、出始めだったりとかあったんですけど、今のバウアーがすごいいいんですよね。いいっていうか、本人もだから完封目指してるわけじゃない投げ方してるんでね、1点2点は取れるんだけど、まあでもそこで安定されるという状態ですね。6勝まで来ましたよ、もう6勝。中4とかも本当にやってるからね。うん、12戦6勝来てます。ウィップ 1.23 はだから別に下げようとしてない感じがしますね。うん、これは見習った方がいいかもしれないですよね。だから高橋宏斗君とかはこれをちょっと見習えるのであれば、見習ってもいいのかもしれないよね。なんかもう無理にでも三振取ろうとしてるピッチングみたいなのはやっぱり摩耗するんで、うん、こういうのでうまくね、スイスイと多少数字は落ちようが
いいよっていうね。まあドラゴンズってこれだと負けまくりになっちゃうのかもしれないけど、まあピッチャーとしてはこういうピッチングも一個の究極でしょう。はい、まあ省エネの極致ですよね。でドラゴンズ戦は2戦で勝敗なしなんでね、ただ抑えられてる、防御率 2.25、 細川君のホームランなければもっとだいぶダメなんで、まあ細川はファンド5にしときましたけどね、これは要注意です。細川君大丈夫かな、絡まれるかなっていうところ早速ね YouTube の動画にも上がってましたけど、うん、ちょっとノリノリな気配がするんでそこが嫌だけど、まあメヒアもメヒアで今ノリノリですからね、ここはまた楽しみな対決ですね。前もありましたかねこれね、うん、楽しみな対決です。はい、頑張ってほしいです。以上、はい、それではここでまた皆さんのコメントいくつか聞かせてもらいます。ふい、これくらいでいいのかな。うん、二刀流さん3番いない場合岡林くん3番ってパターンが、うん、まあこれもあるあるはあるあるでしょうけどね。まあ2番誰にすんのか問題とかはまた新たに出ますが、岡林3番とか、なんなら岡林4番もいいかもしれないですよね。うん、まあ3番どうすんだ問題はありますが、うん、まあちょっと分かんないですね。今回立浪さんが最近また打線いじんないというか、この2戦ねカップ戦いじんなかったんでどう考えてるかは分かんない。1個あと村松くんがねちょっと怒られてたんで名指しで怒られてたんで、まあ、村松くんをどうするどういう使い方にするかね、あのレギュラーをさらに与え続けるのかどうだろう、あの一回ねレギュラーだと思ってもらったら困るんだよが始まるのかどっちだか予想がつきませんが分かりません。まあ今永くんなんでね、まあ右も左もさ、まあ先ほど見たように右も左もどの道打てないんですが、うん、まあどうでしょうね、うん、まあちょっとよ本当読めないですね。石垣くんがいいな、左キラー石垣くんどうだろうそういうなんつうか懐の広さが最近まるでないのが悲しいんですけど、はい、ああ宇佐美2番岡林3番苦肉の策ですが、つながらないと点の取りようがないし、まあでも今の野球のやる監督だったら多分これはね巨人とかこんな感じですけど、まあよくあるんじゃないですか。横浜もよくこういうのやってき、まあね最近だったらまたあれやってますからね、佐野さん2番とかやってますからね、これはあるんじゃないですかあのドラゴンズじゃなければ。立浪さんはねなんか2番はなかなかない、1番鵜飼とかは結構やりますけどね、2番は硬いよね結構、3番は結構グニャグニャしてますね。だから3番は何でもありかもしれないけど、2番が宇佐美みたいなのはあんま見かけないですね。うん、まあいろいろあると面白いけど、でもどうですかね、難しい、だなさそうっていう感じがします。はい、ひろくん4223、明日は現地で2連勝中しんのすけちゃんの応援です。投手3連勝でスピードワゴン井戸田さんからハンバーグがもらえるので頑張ってほしい。あ、そうなんですか、3連勝、あピッチャーが、あー小笠原くんが3連勝すればハンバーグもらえんのハンバーグ師匠だな、あいいね、これは嬉しいでしょうねハンバーグもらえるってなんだろう、おごってもらえんのか、ハンバーグが1個もらえんのかちょっと面白い。はい、二刀流さん、今日テレビで東京からパンチョナポリタン名古屋進出、あこれ偶然にも僕今日夜飯パンチョです、夜飯パンチョでしたはい、ナポリタンが名古屋進出、あ名古屋にはパンチョないんですか、の東京もそんないっぱいあるわけじゃないけどちょろちょろあります。うん、行列ができる、まあ最初はできるでしょうね。うん、でもまあ普通っちゃ普通ですけど量が多いんですね、あの量が多くても値段一緒なんで、なんつうんでしょうね、学生街のスパゲティ屋みたいなノリですよ。うん、あと新橋のパンチョ行くと
今はどうか分かんないけど、昔のね、なんかアイドルのソングとかが流れてます、店内に。はい、うん、そう、僕もちょっと親近感をなんか覚えるんですけど、僕ではないです。僕がやってるお店ではない。はい、うん。ふみみさん、バンテリンのマウンドが大好きな投手多い。まあ、これはもう、ピッチャーのね、あれだっつってましたね、三妻さんが縦振りしてる人はバンテリンね、角度があるからいいでしょうねっつってましたね。横振りの人はちょっと嫌だっつってましたから、なんかバランス悪くて、三妻さんはバンテリン嫌だっつってましたね。まあ確かに青柳さんとかもなんか投げづらそうなんで、横振りの人はバンテリン嫌なのかもしれないですね。うん、まあ昔からでもそうですよね、沢村さんとかもそうだったけど、昔からバンテリンはやっぱスピードピッチャーは生き生きと投げますよね、今考えれば。昔はそんなにスピードピッチャーがいっぱいいたわけじゃないから目立たなかったけど、こうなってみるとそこか、からくりはっていう。昔は本当バンテリンのフェンスだけがね、なんか悪魔、悪、こう悪とされてましたけど、よく考えるとフェンスよりもマウンドの方が多分悪質ですよね、あのピッチャー有利っていう意味合いでは。ちょっとマウンドはね、なんかそのフェンスよりも簡単になんとか直せそうだから、うん、まあ、どう難しい問題だとは思いますが、ちょっと他の球場レベルにしてくれた方がありがたいはありがたいですね。阪神とかだってバンテリンと同じマウンド作って練習してるっつってましたもんね、今やね。うん、まあ確かに。とはいえ阪神は技巧派が多いからな、バンテリン苦手なんでしょうね、だからね。はい、大輔さん、横浜に部があるな。まあピッチャー見るとね、ピッチャーはちょっと横浜部があるかもしれないけど、ただバッターもあるんでね、バッター見てみましょうかね、バッター見てみましょうか、バッター見てみましょう、バッター側も用意してるんで、バッターこれか。はい、横浜側から行きますね。横浜側から、横浜もね、現在外が不調で抹消されてますね。あと、まあ横浜といえば、今年の横浜といえば関根くんと大和くんがやたら打ってたんですけど、この2人が7月ともに1割台です。なのでものすげえ落ちてますね。そこがやっぱ1個問題として横浜にはあって、でまあ肝心なというかね、主軸の佐野、宮崎、牧、みんな落ちてますね。2割5分切ってたりするんで、7月ね。まあ宮崎さんもこうちょっと異次元だったのがだんだんと見える数字になってきちゃってるんでね、 OPS だってなんか120いくつとか言ってたのが100に、ね、1.00 まで来てるんで、なんかみんな加工してますね、ベイスターズ。うん、なんだろう、まあありがたいっちゃありがたいんですけど、ドラゴンズとしてはそろそろ復活する時期かもしれないっていうのはあるはあるけど、まあ小笠原くん頑張ろうという感じですかね。こんな感じです。あの前ベイスターズと戦った時ね、7月の頭にあの桑原さんがなんか足怪我しちゃってたじゃないですか。だからね、桑原さんがねまあ出てるんだけど、たまに休んだりしてるんでね、ぴょって出てこないかもしれないですけどね、うん、まあ結構派手な怪我し、肉離れね、まあ、軽い肉離れではあるのかもしれないですけど、抹消とかではなく、まあ、ちょっと休みつつ出てるみたいです。まあ数字上もちょっと今外せないですよね、でもね。はい、ちょっとベイスターズは打線が今ね、あの沈んでたんで、まあね、7月かなり勝率3割3分3厘まで落ちてるという状況ではございますが、どうでしょう、ちょっとドラゴンズは起こさないようにしたいですね。ベイスターズを起こさないようにしたい。外とかもね、ものすげえ打ってたわけじゃないけど、ドラゴンズ戦だといいとこで打つんで、外がいないのもちょっと ドラゴンズからするとありがたいはありがたいんですけどね。こんな状態です。はい、でドラゴンズがこんな感じですかね。ドラゴンズがこんな感じ。大島さんが1973、あと少しね、ちょっとこう予想つかないんですけど、まあ一応最近この形が多いんでこの形で書きましたが、
ちょっと予想はつかないですね。細川くんが悪いのと、まあ、石川くんはちょっとね、まあ、数字もちょろっと落ちてきはしましたが、まだじゃあ他に誰っていうのもなかなか考えづらいんで、まあね、細川くんとビシエドとかがよく3番とか6番ひっくり返ってたりしますけど、どうなるかが想像つかないけど、ね、こうなったら本当川越くんとかのスタメンとかもね、あるような気がしなくもないっちゃしなくもないというか、やっぱりドラゴンズもスピークだったのは先々週かなっていう感じにはなってきましたね。うん、まあ当たり前だけどやっぱサインカーブなんですよ。ピークがあればひどい時もあるという感じなんで、ピークがあった以上は落ちていくという、まあ落ちていく幅を減らしたいですよね。うん、あと時間をね、まあ不調時期は短く好調時期は長くっていうのができれば強いんですけど、はい、ちょっとばかしちょっと嫌な感じにはなっておりますね。まあ頑張りましょう。わかりません、誰が出るかは。村松くんがちょっと1個ポイントではありますが、怒られたんで、個人的にはね、まあ出てもいいと思いますし、出なかったら出なかったで試練ですけどね。まあ試練は試練で、うん、まあね、1年目ですからね、順風満帆じゃない方がいいのかもしれないですし、ちょっとわかんないですけどね、頑張るしかないという状況なんで頑張ってください。はい、そんな感じ。まああと岡林くんがね、地味に3割も目前なんで、小林くんがね、さっきの宮崎さんとかもだんだん落ちてきてるんで、まあ3割ではまだ首位打者は無理でしょうけど、3割一部台とかまでね、いけばね、西川さんと宮崎さんが3割2人だけなんですよ。なんで宮崎さんがもうちょっと落ちてくれば首位打者までチャンスあるんで、これ声ね、頑張ってほしい。なんとかまず3割超えてね、3割5分ぐらいとかで安定してくれるといいかな。オペースもそうすると800近づいてくるでしょうし、うん、頑張ってほしいところです。はい、まあ明るいところで言うと岡林くんは調子いいぞ。ただ岡林くん調子良くてもやっぱね、単打が多いんで、うん、点にはなりづらいという現状ではございます。なんとか、うん、うまく打線が組めればなぁとは思うんですが、難しいところでしょうね。はい、ここでまた一個皆さんのコメントをいただきます。はい、でん、うん、福尾さん、もう2軍の助っ人たちは上で使わないの、使わない気配はちょっとしてきましたかね。アルモンテとかなんかもう見ないし、最近見てないですね。まあカリステがだから結構まだ使われてるんで、カリステはね、ポジション的にもあるから、カリステはまだあるかもしれないけど、秋野とかもだいぶ出なくなってきちゃって、代打ぐらいとかがね、多くなってきてるんで、もうちょっとタイムリミットかなっていう気配はしますね。まあただドラゴンズもドラゴンズで体調不良っていう問題がね、7月起こってるんで、うん、まあそれとの兼ね合いなんでしょうけど、どうっすかね。よっぽど打てばもちろん話は別だと思うけど、もうチャンス自体もかなり少なくなるでしょうね、さらに今後は。うん、そんな気がします。はい、うん、福尾さん、三好くんをダイソーのスペシャリストにしよう。守備はいまいち、うん、まあいまいち、うん、まあでもだいぶ上達はしてますよね、うん、岡林くんと三好くんがね、一昨年あたりちょっと足はいいんだけど、2人ともね、なんか守備感がみたいなね、まだ転向直後だったんで2人ともね。でも2人ともね、良くなってはきてますよね、うん、やっぱ守備感はあれですね、うん、でもなんか全然ダメっていうタイプではなさそうだからいいと思うんですけどね。まあダイソーのスペシャリストとしてやるんであれば、やっぱもっと一軍で使わないと、一軍のそのキャッチャーとかの駆け引きをね、もっと高松くんじゃないけど経験させて壁にぶつけないと、その先はちょっと見えてこないよね。二軍なんかもう無駄なんですよ、盗塁に関しては。二軍のキャッチャーとか、二軍のね、まだ投げること精一杯のピッチャーから盗塁しても無駄なんで、やっぱ一軍のね、苦しいキャッチャーのマーク、ピッチャーのマークの中走れるか、
失敗したら毎日大反省みたいな、それをやっていきたいですよね、やるんであれば。まあ去年は結構やってたんだけどね、ある程度なんかね、三好くんとか石垣くんとか、まあね、石橋くんも最近そうだけど、出番がねないね、はい、出番がない頑張ろう、パンチョってスパゲティ屋ですね、チェーン店ですけど、はい、ウニさん、川越さんのミートポイントの長さは森くんとそっくりらしいです、三木間さんの配信で言ってます。あ、そうなんですか。まあだって思いっきりあれですもんね、アッパースイングですもんね。まあだからこの前もちょっとご紹介してさせてもらいましたがやっぱアッパースイングのね、そのメリットっていうのはミートポイントの長さですよね、だから昔ちょっと流行った V 字とかが、まあ多分石川くんのこと言ってると思うんだけどね、宮本さんとかもだから V 字とかやるとそのミートポイントが一瞬だからね、ちょっとその合わされないっていうか、ずらされたら終わるっていう、いい打球いかなくなるっていう、昔流行ったのは V 字っていうね、スイングがあったらしいんですけど、今はもう初めからこう上に向けてね、長い間こうなんつうんでしょうね、あの球の軌道上をずっとバット走らせるみたいな、それができる人がやっぱね、多少打ち損じようがなんだろうがね、いいっていう、吉田さんとかもそうですよね、だからラオウとかも森くんもね、だから難しいんですよね、だから立浪さん速攻で川越くんのそのね、要はアッパーに見えるんでしょうけど、昔の人からするとバット下から出るの直そうなっていきなり言ってましたからね水と油だとは思う気はしますけど、大丈夫なのかなね、ちょっとそのあたりはやっぱり今後見ていかなきゃいけないところでしょうけど、なんか本当にアッパー否定怖、まあ立浪さんがもろにアッパー否定してるのは見たことないからわかんないですけど、昨日の配信で、昨日おととい達川さんがもう本当ね、親の敵のようにアッパースイング否定してましたからね、アッパースイング嫌いなんでしょうねみんなね、怖い怖い、はい、まあパスまあね、宮本さんとかはだからアッパースイング推奨派なんですけどって自分で言ってましたけど、今やどうなんでしょうね、そこら辺はちょっと聞いてみたいとこですね、はい。小太郎さん、マウンドってルールありますね、そうですね、ふみさん、高さは決まってるんですね、そう高さは決まってるんで、グランドレベルから高さは何センチって決まってるんで、ただ傾斜とかね、硬さですよね、まああとさらに言うと硬さに多分準ずるんでしょうけど、ピッチャーが自分で削っちゃうんで投げやすいようにあの削るのも多分多少なら別に文句言われないんでしょうね、多分15センチとか削り出したら怒られるんでしょうけど、もしくは逆にも自分で盛り始めたりとかしたらね、多分審判もおいおいおいって言い出すでしょうけど、多少ね、あの削ってんのはいつも見るんで、あれはありなんでしょうけどね、うん、この要は傾斜がきついって言ってますね、うん、まあ、あのバンテリンはで硬さも硬いんでパワーピッチャーが投げやすいって、まあ、バウアーがいきなり練習で言ってましたもんね、バウアー自分の動画でバンテリン来て、このマウンド硬くてね、メジャーに近くて投げやすいと思うよ感じで言ってました、うん、まあてことはそういうことなんでしょう、はい、そうですね、ウニさん、ドラゴンズ戦で打線復活しないでね、そこはちょっとね、やっぱバイオリズムじゃないけど、やっぱこうサインカーブなんで、どうしても下がったらね、故障で人がいなくなったとかならまた別ですけど、状態が悪いっていうのは多分またどっかでね、本人たちのこう実力がある人たちですから、やっぱり調整して直していく力が働くわけでね、ちょっと怖いは怖いですよね、そろそろ怖い、うん、はい、まあドラゴンズはちょっと下がりかけてるんだよね、だから怖いは怖いよね、タイミング的には石川くんとかがちょっと下がりかけてるんで、
これがもう一回こうね下がらずに今ぐらいで維持できれば大したもんというかね心強いんだけど、またグッて下がるとちょっと多分ドラゴンズ今ね細川くんも当たってないから結構いい感じの点の取れなさになりそうな気がします。はい、うん、スマイルさん、村松くんと福永くんは分かんないですねこれね、うん、どっちを使うかはちょっと分かんないですね、うん、福永くんもずっと当たってなかったんですけどね、最近途中出場とか代打で結構打ってたんで、またヒットは出始めてるんで、まあ、使うかもしんない。ちょっと分かんないですけど、はい。うん。スマイルさん、川越さん、スタメン出たい。うん。二刀流さん、川越さん、スタメンどこ？やっぱりレフトしかないか。まあ、ここは考えようじゃないですか。細川くん、リフレッシュもね、ありだと言えばありですし、まあ岡林くんはちょっと今状態がいいんで外しづらいでしょうけどね、大島さんがもしあれだったら併用してもいいかもしれないですし、うん、使ってもいいような気はしますが、どうですかね、わかんないですね、うん、はい。ウニさん、岡林3割届きそうになるといつも280、まあ去年そんな感じでしたね。でも今年は岡林くん成長したところはファーボールが結構ね、まあ、ファーボール取れるというか相手が結構警戒してるんでしょうね。だから、うん、岡林くんファーボールが今年増えてるんで、そういう意味で出塁率は結構高値安定できてるから、今季は上がったら結構下がりづらい成績にはだからファーボールが押し上げるんで投げなってはいますよね、うん、まあ頑張って3割超えるとやっぱり印象変わると思うんで、3割超えてくれるとね、2割9分8厘とかでシーズン終わられると痒くて痒くて、どうするんだろう、最後とか2、3割超えてたらあれかな、休ませるかな、ど3割超えるで休ませるはないか、さすがに首位打者だったら休ませるあるけど、3割超えたから休ませるかはさすがにないか、うん、でもそれくらいな、やっぱなんかね印象の差がありますよね、3割で終わるっていうのは。ヘイヤイマさん、2軍から堅くなに上げない選手が決まっているってどうなんでしょうね。これは僕はだから非常に嫌だというか、もともとっていうか、まあ僕はですけど、僕のこのチャンネルも、まあ今丸3年になったんですけど、ありがとうございます。僕のチャンネル昔から見てらっしゃる方とかって、僕はもともとね、何がしたかったかでいうと、2軍のね、頑張ってる人たちにちょっともうちょっとクローズアップしてほしいなって言って、昔から2軍で結果出してる人ね、使え、出せってずっと文句言ってたんですよ。それは立浪さん時代だけじゃなくて、与田さんの時からこのチャンネルスタートしてるんですけど、この人出せって前からずっと言ってんですけど、いいぞ、今いいぞってずっと言ってんですけど、最近もう僕言わなくなったんですね。もうなんかもうないんだろうなっていう。なんかそういう基準じゃないんだろうなって、もちろん怪我人とかが多くて2軍も回せないっていう理由があるのが寂しいところではあるんですけど、なんか違うんでしょうね、うん、あの1軍で使う人が出ることがもう絶対まず多分で、その人たちが怪我したりとかした時にようやく視界がそっちに行くみたいな、ちょっとだからそういう特徴が強くあるんで、まあ僕が今まで言ってるね、状態いいから使ってくれ、出してくれっていうのはもうないっていうか、多分今の感じだとないんでしょうね。そういう問題じゃないんでしょうね。使いたい人をいかに使うかっていう、そういう考えなんだと思います。それがいいか悪いかは分かんないんで、いいか悪いかは分かんないから、結局は、うん、まあ僕が好きなのとは違うってだけなんで、それでチームが強くなれば名采配だし、ちょっとそこはまだまだ、うん、ちょっと研究の余地がありますね。いいのか悪いのかよく分かんない。はい、うん、宮本武蔵さん、岡林くんは12球団150キロ以上つってもちょっとね、150キロ以上と153キロ以上とかでまた違うから何とも言えないですけどね。でも岡林くんはストレート強いのは間違いない、うん、まあ、岡林くんと大島さんももともとね、ていうか左バッターは引っ張るんでドラゴンズでも強いんですよ。だからもう歴代ドラゴンズが良くないんですけど、やっぱチームバッティングとかなんかスモールベースボールとか
あとね、小技みたいな選手も増えるし、あとやれっていう、なんかね、そういう指導もずっともう10年、15年続いちゃってるんで、右バッターがもうみんなストレート打てなくなってるんですよね。うん。引っ張ることが悪だとやっぱり文化があると思う。サードゴロ禁止とか言われかねないんで、うん。だからもう左はいいんですよ。左はね、エンドランでとにかく引っ張れがあるんで、初めからストレートに合わせてんだと思うんですけどね。右はストレート引っ張ろうとすると多分怒られるんだよね。それは立浪さんだけじゃなくて、もうそのずっと昔からだよね。そうなると今のこの155円時代はちょっと実際のとこ結果出なくなっちゃったという、まあ多分それですよね。で今更じゃあ150以上対処しろって言ってもちょっともう染みついちゃったもんは取れないんでしょうね。なか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 しんどいと思う。他のチームは150キロ以上の球をね、その引っ張りのファールするんですよ。ドラゴンズはそれがないんですよ。その時点でおかしいんですよ、うん、木下さんぐらいなんですよ、速球引っ張ってファールするの。うん、まあだから文化だと思いますよ。あの左ひ多分速球引っ張ると怒られるんだと思う、うん、はい。ラファーガさん、アキーノアルモンテ、まあちょっと、うん、頻度で言うとちょっと苦しいでしょうね。苦しいけど出番はある以上は打ちまくればやっぱ使いたいという感じだと思いますけどね。はい。スマイルさん、レベルだ、レベルもあれですよね。レベルも多分昔の感覚っていうのはちょっと違うんだと思うんですけど、昔はちょっとムービングファストもなかったからね、え、レベルだと多分ムービングファストにむちゃくちゃ弱いんだと思うんですよね。アッパーだったら、だから多少ずれても、アッパーの軌道は、だから、要は、ピッチャーの球って、まずそもそも、あの、なんかね、十何度のこう角度でストレートでも、あの、こう、キャッチャーの方に向かってくるらしいんですけど、ムービングファストはさらにそこが手元でグッて下がるわけじゃないですか。だから、レベルだとね、バットの下に行くんで、まあ、ゴロ、いや、まあ、本当ムービングファスト投げる意味合いですよね。ゴロとか、あとバットの根元に行って詰まらされるとか、結局ムービングファストはそれがしたくてそういう進化してるんで、だから昔のスイングは危ないっていうか、ムービングファストの餌食になりやすいんですよね、うん、昔みたいになんか曲がりの大きいスライダーとね、カーブしか投げてこないんだったら多分その昔のスイング、昭和スイングしてていいんだと思うんですけど、まあムービングファストですよ多分問題は。ドラゴンズもシュートにやったら弱いですけど、そうですね、うんうん、そうですね、まあ、V 字ね、うん、まあ、V 字とアッパーの際も難しいんですけどね。アッパーだって最初から本当に下から振られるわけではないんで、アッパーだって V 字なんですけどね。 その昔の V 字はただやっぱりポイントなんで、ね、そのポイントなんでそれが違うっていう話です。難しいんですけど、まあ僕も別にバッターじゃないんでよくわかんないんですけどね。バッティング解説機動画をいろいろ見ると、うん、まあ、今 V 字で結果出すのはだから結構難しいみたいですね。やっぱりポイントがちっちゃいっていう、さっき言ったみたいに打つポイント、当てるポイントが多少根っこでやろうが、あのね、タイミング外されてもアッパーだったらなんとかなるっていう、そういう今の球質、相手のピッチャーの今の供給室がそうなっているというところですね、はい、はい。それではちょっと今日の課題行きましょうか。ちょっと課題に行くまで時間がかかっちゃった。一回ちょっとお茶飲ませてください。チャンネル登録よろしくね。今日の課題これなんで、これをね、簡単なんで、簡単なんでこれを説明しますね。まあ今までちょっといろいろ研究してきましたが、今回別に研究ってほどじゃなくて、ただ単に数字出しただけなんですけど、セリーグが去年よりさらに打てなくなってます。まあドラゴンズもね、あれだってあんだけど、セリーグ全体がね、数字見たら投稿打低なんですね。で、その原因は書いてみればはっきりするんで、まあセリーグファン全員どうぞじゃないんですけど、まあ本当はっきりするんで、まあ細かいところはだから細かく調べてないんで大雑把にですけど、ちょっとこちらをご覧くださいというものだけを
ちょっと出します。まあまあまあ予想通りですけどね、予想通りですか、これだな、これだな、うん、これですね。セリーグ各球団得点と失点で、これ去年と今年を比べてるだけなんですけど、ちょっと数字ばっかで申し訳ないですね。まず失点から見ましょうか。失点の方が傾向がはっきりしてるんで、これまあチーム並べてるんですけど、失点がですね、2022年の失点がこれで、まあ2023年はこれまだ終わってないんでね、単純に比率で今の試合数が各チームまあ6割ぐらい終わってるんですけど、83試合とか4試合みんな終わってる感じなんですけど、まあ各チームの比率をちょっとかけただけです。そうするとですね、もうこれ分かる通り各チームピッチャー陣が失点しなくなってんですね。ちょっと阪神だけ微妙に点がね増えちゃってるのは、多分青柳さんとかが不調だからでしょうね。大竹さんとか結構頑張ってるけど、あまりにも去年の青柳さんが良かったりとかね、まあいろいろ要因はあるんでしょうけどね、湯浅くんがとかもあるんでしょうけど、阪神以外は、まあ阪神もでも去年とほぼ同じっちゃ同じだけど、阪神以外がもう今年は今のペースだと去年よりね、失点は少なくなります。防御率じゃないね。防御率はエラー絡むとわけわかんなくなるんで、ちょっと違うんですけど、失点なんで、こっちはリアルなとこですね。失点で言うと、もうこんだけ下がってます。特に広島がすごいですね。広島が強烈に点取られなくなってます。まあここはちょっと一個やっぱポイントですよね。笹岡体制もちょっと結構あだこうだ言われてますけど、なんかねやっぱこう荒い効果が高そうなんですよね、ここ。ちょっとここはポイントかと思います。まあ矢崎さんとか野村さんとかね、まあ、なんかすごいんだよね。はい、ここ一個ポイントですね。カープがすごい上がってるし、まあ巨人も上がってんですよね。あと、まあ、ドラゴンズもまあ平均的なレベルでは上がっております。でまあそうなると得点がもちろんみんな下がるんですけど、なんとドラゴンズはほぼ同じですね。まあほんのちょっと下がってますけど今のところ、まあこれは誤差レベルだから 100% ほぼ一緒なペースですね、得点が。ドラゴンズはまあ、ピッチャー陣がこんだけ落ちてる中、ドラゴンズはね、まあ、頑張ってるとも言えるっちゃ言える。まあ、他のチームみんな落ちてる。阪神と横浜は攻撃力上がってんですよね。ただ、だからこんだけ結局良くなってる。各チームが結局失点が減ってる理由が、得点力がここですよ。もうここですよ。ヤクルトがボロクソになってるという。ヤクルトがボロクソになってて、カープもね、ヤクルトほどじゃないけどボロクソになってるんですね。だから、ヤクルトとカープが去年に比べて大幅に攻撃力落ちてるんで、まあ、ヤクルトはわかりますけどね、原因が。ほぼ二人の問題があるんで、ね。ヤクルトはわかる。カープも地味にやられてますね。カープも、まあ、マクブルームがダメとか、なんかいろいろあるにせよ、カープもね、小園則君もちょっと前半ダメだったとか、あるにせよ、カープも大幅落ちてる。うん、そんな感じじゃないかな、という。まあ、だから全体的な、まあ、全体的な投稿打点というよりは、ピッチャー陣の成績が、まあ、軒並み上がってんだけど、ピッチャー陣が抑えてるように見えるんだけど、まあ、細かい原因を考えると、まあ、ほぼヤクルトのせいと言ってもいいかもしれないと。まあ、あとカープのせい。まあ、ドラゴンズは、まあ、そういう意味では無風。ちょっとほんの2点分下がってるのはおまけして、ほぼ一緒という感じではございます。まあ、その中で、ね、点数伸ばした阪神はやっぱちょっとすごいのかもしれないですしね、横浜もそうだ。ちょっとこういう傾向です。なのであんまドラゴンズ関係ないかもしれないですよ。このピッチャー陣が良くなってるというんですが、この良くなってるのは単に本当ね、ヤクルトを抑えてるだけとも言えるんで、ドラゴンズにとってはね、全部のピッチャーが良くなってるのではない可能性もあるっちゃあるね、この数字見ると。あんま気にしない方が、
今年に関してはいいのかもしれない。はい、そういう一応数字上はそういう結果になっております。数字上は以上です。まあもちろんこんなの1年間をね今の比率でかけただけだから、もちろん後半良くなるチームもあれば悪くなるチームもあるから、まあ6割方終わったところでの予想値ってだけなんですけどね。うん、まあこういう傾向が前半はありましたという。ヤクルトがボロクソー、ヤクルトボロクソー、そのせいでピッチャーがいいというように見えるという状況なだけかと思います。はい、以上です。それでは皆さんのコメントいろいろ聞いて終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、メインテーマさん3年おめでとうありがとうございます。この前7月の何日かで丸3年です。確か1個目の動画がね今ぐらい7月のギリギリ末ぐらいだったと思うんで、ちょうど今3年ぐらいですね。ありがとうございます。途中ちょっと僕も心臓病になるという結構でかいイベントをやってしまったんであれなんですが、うん、まあまあチャンネルの方はまあいいんじゃないでしょうかいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。 MJ さん、怪我でチャンスをつかんだのは誰？怪我でチャンスをつかんだのは誰？何の話だろう何の話だろう。ドラゴンズの話、ドラゴンズの話。怪我でチャンスをつかんだのは誰？村松くんとかあるじゃないですか、福永くんとかじゃないですか、あと周平くんとか、あとは宇佐美くんとか。はい、スマイルさん、大谷さんの縦振りはゴルフスイングのアイアン、まあこれが理想らしいですからね。ゴルフスイングが一番力が、まあ当たり前かもしれないけど、上から下に行くのが一番力がうまく回るらしいんで、ゴルフスイングできれば一番球は飛ぶらしいですよあの理論的にも確かに、あのバット横に振るのはやっぱり物理に反してるんで、やっぱりこう一番いいのは真下に落として真上に振り上げるのが一番力学的にはいいらしいんだけど、まあねピッチャーのボールをさすがに真下から真上には振り上げられないからね、できれば神かもしれないけど、100年後の野球はもしかしたらみんなゴルフみたいな打ち方してるかもしれないけど、まあそれに近ければ近いだけやっぱりね力は激しくねバッとボールに飛び乗りますから、まあ、だからそこですよね。力学って最近ねバイオメカニクスとかいろいろやってますけど、やっぱり感覚論じゃないんですよね。今最近力学だからデータ使ってどういうスイングすれば一番飛ぶかとかもね、だからアッパースイングもアッパースイングで、基本的にはそのこの前もね勉強したあれですけど、アッパースイングはね5度らしいんですよ。5度の縦方向の高さだから、言うほどアッパーじゃないんですよ。5度の高さが角度があればいいと。でバットがほんのね球のほんのちょっと下を5度の高さで打つのが一番力が乗るというね現状のスイングだと、そこが一番飛ぶということなんで、まあだから5度に気を使ってるんでしょうけどね、うん、まあそれがやっぱり身につけるためにはね、やっぱり何年もかけて、大谷さんもだって何年もかけて今のスイングでできてるようになってるわけですから、あんなのね見よう見まねで1日や2日で導入かなるもんじゃないですよね。イチローさんの振り子とかも多分そうですよね。イチローさんのバッティングを見よう見まねでねすぐにできる人なんていないですよね。坪井さんとかね初めにちょっと似てたけど坪井さんも途中から違くなってたしね、うん、まあやっぱね一流な理論上はそうであっても、やっぱり慣れ親しんだ、ね、スイング変えるのはやっぱりちょっと、うん、難しいですよね。そうですね、吉田さんも同じって言ってますね。吉田さんも下からギューンと来るじゃないですか、うん、多分だから5度って思いながら打ってんだと思いますよあれ、うん、スマイルさん、ドラゴンズ失点が減ってるのが意外。まあだからヤクルトでしょうね
去年のヤクルトとか村上くんに何点取られたんだとかいう記録を思い出せば、ああそこがねえのかとかはあるんじゃないかな。うん、まあボロクソにはやられてないよね。中田くんとかにも去年ボロクソにやられたけどね、今年は別にそんなやられてないし、まあやられはしたけど、去年はもうねやられまくりましたけど、とか ポイントで言えばね、外とか牧くんとかもう毎度ね顔見るためにやられてましたけど、そういうのがポイントポイントでは下がってるような気がします。はい、うん、スマイルさん、巨人は阿波野さんの手腕なのか。うん、まあ中継ぎがねちょっと立ち直ったのはそうかもしれないし、まああと山崎さんとかもそうですよね、なんか立ち直ってるというか、まあそのうん、まあ細かいとこまでは分かんないけどね、数字上がってるってことは結局は評価されるは阿波野さんでしょうね。こうなると桑田さんはどうなるのかちょっとよく分かんないですが、はい、そうですね。 MJ さん、坂倉さんをね勝てる捕手にしたね藤井さん、これはやっぱでかいですよね。なんかカープファンみんな言ってますね、聞いたところで言ったと。カープファンがまあこれね、坂倉さんも坂倉さんでまあサードとかやってたんですけど、まあサードの坂倉さんちょっとそのやっぱこう守備はとんでもなくね結構ひどくて、で悩むタイプだから守備で苦しんで、バッティングがねなんかヒーローインタビューに立っても苦い顔してたし、サードは確かに合ってなかったは合ってなかったよね坂倉さんね。まあキャッチャーの負担っていうのはもちろんあるのはわかるんだけど、サードはサードで多分あれ負担になってましたよね。で藤井さんが多分話がねしやすいんでしょうねまあ運もいいってことでしょう。結局細川くんじゃないけど、やっぱこうねうまくいくときにはなんか うまくいく理由もあるもんですよね多分ね。これ、うん、今となってはだから別に普通にキャッチャーもやってますし成績もいいしね、大成功ですよね。サードはサードでそれで、まあ、今季はうまくいってないけど、デビッドソンとかね、本来だったらサードはやっぱりもっと、坂倉さんはまあいいバッターですけどやっぱ中距離ですから、本当はサードは長距離欲しいですからね、まあ、今季うまくいってないけど、うん、まあ坂倉さんキャッチャーはね大成功しましたね結果的に。藤井さんすごいな、そういう意味ではね。はい、うん、ノブさん、今の広島は与田さん時代の、まあそう多分僕もそう思いますね、中日って感じ、投手陣の立て直し方、結局ねよくあるパターンで言うと、なんか弱いチームってルーキーとかがねいい人がポンポンって出てきて、ああ良くなったはあるんだけど、それって長続きしづらいというかね。与田さんの時って結構もうみんな整備されたじゃないですかね、ちょっと伸び悩んでたというか、祖父江さんとか福さんとか松葉さんとかね、なんかそこら辺大野さんが一番派手か、大野さんとか柳さんも派手だし、小笠原くんもそうだけどね、伸び悩んでる人をこう立ち直らせるね監督というかチーム体制っていうのはやっぱ感じますよね。カープね、伸び悩んでるた人がみんなねガツンと成長してますもんね。成長っていうかしっかりとした成績残してますもんね。中崎くんまでだって最近成績残してますからね。なんかあるんでしょうね、やっぱり去年までの悪い部分と今年のいい部分が結構明確にあるんでしょうね、そこまで変わってるということは。みんなでなんか去年まではなんかやりづらい何かとかあったんでしょう。はい、スマイルさん、そうですね、村上くん不振とか、あと塩見くんですよね、塩見くんがいないっていう、あと山田くんもちょっと、まあ、山田くん去年もあれだったっていうのはあるにせよね、ちょっとヤクルトは村上くん不振が痛いですよね。まああと塩見くん不在、まあ並木くんも頑張ってるけど、やっぱ打点見るとね、塩見くんは60、70打点取れるわけでそこがいないのはでかいよねっていうね。はい、ラファーガさん、ドラゴンズ打線頑張ってるように見える、まあ数字が低いんで元から、ただ単に低いとこで安定してるだけで 100% なんですけどね。
上がってはないっていうか、もともと低すぎるんで、そこで 100% はあんま良くないんですけど、もちろん。ただ単に下で安定してるだけなんでね。うん、ただ落ちてはないよね。去年より落ちてはないから、うん、まあ、頑張ろうという状況には見えますね。うん、頑張って、うん、まあ、うん。3点は超えたいんだよね。まず1試合3点。1試合3点超える、それでもセリーグ平均が今多分1試合 3.6 ぐらいだと思うんで、3.6 ぐらいまでいけば多分優勝争いできると思うんで、ドラゴンズであれば、投手力がね、多少いいのであれば。3.6 が目標ですけど、まあとりあえずね、今 2.8 とか、下手すりゃ時期によっては 2.7 とかまで落ちるんで、うん、まあ3までいきたいですよね。まずは。今年の目標は1年間の攻撃力1試合あたり 3.1 ぐらいいってくれれば僕はもう、うん、これは成長曲線入ってるかなっていうふうには感じますが、どうでしょう。 2.8 とかだったらあダメだって感じ、うん、そうですね、はい、うん、ラファーガさんカープはすごいですね、うん、すごい、そうですね、まあ、塩見さんいない、村上くん不振、今年はヤクルトではなく、ヤクルトに似た何か、うん、まあ、まあちょっとヤクルトにとってはしんどい年になってるかもしれないけど、まあ連覇疲れかもしれないですしね、うん、連覇疲れかもしれないですし、はい、スマイルさん、防御率、そう、まあ防御率って数字はやっぱ良くないんですよね、エラーすればするだけ下がるっていう変な部分あるんで、うん、だから防御率っていうとね、本当ドラゴンズとか下がるんですよ、エラーが多いから、うん、だから失点で考えるとものすごい失点は増えてるけど防御率は下がるみたいなことはよくあるんでね、ドラゴンズだとあんまり防御率は参考になんないですね、うん、むしろエラー増えると減る、防御率も下がるっていう謎数値、はい、そうですね、スマイルさん、和田さんのスライス打法、まあ、これがね、だからこれができれば多分和田さんも多分あれだと思うんですよ、その昔のスイングだから完璧にバックスピンかけるね、もうそれこそ上から下に向けてバット振ってね、ボールの下を叩くでバックスピンかけるみたいな打ち方してたと思うんですけど、まあね、まあそれが極められれば別に今でもそれはそれでいいんですけどね、まあ、ムービングファスト、もし今、和田さんがムービングファストと戦ってたらどうなってんのかなっていうのはやっぱ気になるね。和田さんはスイングの時代の人としてやっぱもう特急ですよね。すごいスイングしてたから。和田さんが今の150キロぐらいのね、そのカットボールとかツーシーム、なんかゴロ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 祭りになんないかっていうところが、まあ昔からゴロゴロ祭りには和田さんの場合になってたけど、もっとなるかもしれない、な多分かなるでしょうね、多分ね、それでどうなるか数字が、うん、まあだからこそのムービングファスト全盛が来てるっていう、ツーシーム打てないとか言ってますけど、まあだから対処するにはやっぱり変えていかないとこっちもいけないっていうことでしょうね、はい、うん、小太郎さん、数学的根拠を否定する指導者、まあ指導者というか結構お年寄りはこういうの多いですね、自分の経験の方が強いっていうね、あと学習意欲がもうなくなるんで、やっぱ年取るともう僕も50近くなってね、学習意欲をめっきり下がりましたけど、やっぱりね年取ってくると集中力がなくなるんで、学習意欲がなくなるんでね、多分こういう新しいものとかにふーんっていう感じになっちゃうんですよね。また新しくそれを学んでみようっていう意欲が起こりづらいんで、だからそういう意味でこの前紹介した矢沢さんとか凄まじいですね。矢沢さんとかはだからもう年でね、新しいものを取り入れて、ああそうなってんのかってね、まあ化け物でしょう、やっぱり一種の。だからああいう成績出せたんでしょう、矢沢さんの場合はね、突出してますもんね。そういう興味みたいな部分が人よりでかいんでしょうね。まあそういう人はやっぱ突出したね、3割4分とか5分とか打ったんでしょう、矢沢さんって。僕はちょっとその時代見てないんですけど、まあそこがやっぱ見えますよね、うん、経験で
経験はきついよね、やっぱり。経験はゼロ、大事だけど、大事だけど、経験が第一に来られると、そもそも学問否定になるから、経験の方が上だとね、学問が否定になるんで。はい。うん。そんな感じじゃないでしょうか。あ、そうですね、ボブさん。福谷さんも復活しましたもんね、あの時ね。びっくりしましたね。まあもちろんピッチャーの場合はね、特にみんな科学的に頑張って、それを与田さんとかね、阿野さんとか赤堀さんとかがみんなでバックアップしたっていうのがでかかったんでしょうけど、うん、だからバッターも同じく波が来てほしいですよね。根尾くんとかもやってたと思うけど、だから、うん、バッターもバッターで、その各自自分でその科学的な見地でその研究して、それをチームがバックアップするみたいな感じになればどうでしょう。オリックスとかみたいにね、なんか頑張ってるバッターがメキメキ出てくるんじゃないでしょうかね。わかんないけど、うん、はい、そんな気はします。大谷君だってずっとドライブラインだもんね、バッティングも独自じゃないんですよ、大谷君も、うん、もうそれは学問として存在してる以上はそこはあんま否定しない方が将来恥をかかないという感じにはなる気はします。はい、そんなとこで良いでしょうか。ありがとうございました。今日はこれくらいで、まあとにかく明日大事な試合なんで、明日負けると暗くなるんで、小笠原くんなんでね、まあ1対0じゃないかな、どっちに勝つにせよ負けるにせよ、1対0とか2対0とか多分そんな試合になりそうなんでね、まあとにかく先制点取れれば勝てるんじゃないかと思いますので、1回の表裏ですね、一番注目ポイントは。そこでどっちかに点入ったらもう見んのやめてもいいぐらいそれくらい明日は緊迫しそうな気がします。はい、どうもありがとうございました。また明日祝勝会できたらと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。後でチャットも読ませてもらいます。何かあったらあとコメント欄書いていただければ楽しく読ませてもらいますのでよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。それではまた、おやすみ。